今、1枚の紙があります。見えますかね。よし。じゃあ、この真ん中にあるこの太いの、これ何だと思いますか、これ。川。川なんですね。ちょっと川だと分かりやすくするために、この魚をちょっと描いてくれるといいんですね。小さい魚描けばいいと思いますよ。もう亀描いて。亀なんでもいいですよ。これ川なんですね。で、これ道じゃないからね、間違いないようでね。そしてこの川ですから、ちょっとまあ鉛筆があればこうさささささと色を飲むこれもいいんじゃないかと思うんですよ。流れを書いておくと分かりやすいですよ。ではこの絵を見て、これから先生が話をします。話をしますから、よく聞いて先生の質問に答えてください。だけど隣のを見てはいけません。それから答えを自分で声を出してはいけません。荒木君、背中伸ばして。いいね。では説明します。ある夜のことです。夜ですよ。うさぎさん、上の方にうさぎさんいますね。これはうさぎさんの家です。うさぎさんが家にいると、うさぎさんのお父さんとお母さんが言いました。もう大園君、絵を描くのやめだぞ。あなた、お父さんとお母さん、これから町内の会合があるから出かけてくるから、お家で留守番しててね、とお母さんとお父さん言いました。でうさぎさんは、いいよと言いました。ねえ、女の子でした。いいよと言って言いました。お父さんとお母さんは長男の介護を上の方にありますが出かけていきました。でもしばらくするとうさぎさんは退屈になってきました。でもお家にいると退屈だから、どっか 夜だけど遊びに行こうかと思いました。そこでうさぎさんはテクテクと一人で出かけていって、ここに橋があります。橋を渡って犬さんの家にやってきました。ピンポーン、犬さんいる？すると犬さんが言いました。何？私今一人なの。お家で留守番してたけど退屈だから遊びに来たの。一緒に遊ばない？と言いました。犬さんはいいよと言ってうさぎさんを家の中に入れてあげました。そして二人でテレビゲームをして遊びました。でしばらくするとうさぎさんは、もうそろそろお家に帰らなくちゃ、お父さんとお母さんが帰ってくると私叱られちゃうから、と言ってお家へ帰ろうと思って元来た道を歩いて橋のそばまでやってきました。ところがその橋のそばには狼がいたのです。この狼は非常に凶暴な狼で、他の動物を見つけると噛んで食べてしまうという恐ろしい狼でした。それを見てウサギさんはびっくりして、ああ、狼がいると言って走って犬さんのところに戻っていきました。犬さん、助けて、私一人でお家へ帰れないの。え、僕だって狼は怖いよ、それに僕だって帰りは一人で帰れないよ、嫌だよ、と言ってウサギさんの申し出を断ってしまったのです。そこでウサギさんは仕方ないから隣の豚さんの家にやってきました。豚さん、お願い、私を川の向こうまで運んで。豚さんはボート持ってるでしょ。うん、いいよ、だけどただじゃ嫌だよ。お金1000円くれる？1000円くれるなら向こうまで連れてってあげるよ。私お金持ってないの。じゃあダメだよ、向こうへ行きたかったら1000円持ってきなよ、と言いました。仕方ないのでうさぎさんはお金もありませんでしたから、もう仕方ないわ、と言ってうさぎさんは橋を走って渡ることにしました。なんかね、言いにくいですね。橋を走って渡る。でタタタタタッと走っていったところ、狼さんに見つかってしまったんですね。狼さんが、狼さんでさんつけませんが、狼に見つかってしまいました。狼がうさぎに飛びかかりました。うわーうわーわかわかわか、うさぎさんは狼に食べられてしまったのです。悲しい悲しいうさぎさんの物語でした。さあ、そこで問題なのは、この中で一番悪いのは誰か。言っちゃダメだよ、後で聞くから。一番悪いと思う人に罰をつけてください。うさぎさん悪いと思う人は、うさぎさん、お父さんお母さん悪いと思う人はお父さん、一番悪いのはこの中で誰でしょう。さあ、罰をつけてください。言っちゃダメですよ、意見を、まあ、罰をつけてから意見を聞きますので、皆さんは誰に罰をつけましたか。罰をつけてください。で、みんなが罰をつけたら意見を発表してもらいます。罰をつけた人手を挙げてください。じゃあ聞きます。和田君は誰につけましたか。どうして狼に罰をつけましたか。まあ食べたからだな。これはまあその通りだと思います。
松山さんは誰につけましたか？お父さんとお母さん。お父さんとお母さんにつけた。じゃあ、あなたは非常に道徳心の高い女の子ですね、うん、どうしてお父さんとお母さん悪いですか？留守番させたから。うん？留守番させたから。子供に留守番させるなんてね、アメリカじゃ許されませんね、こんなことは。日本的ですね。板垣さんは誰に罰をつけましたか？うさぎさん。おー、あんたはね、善悪の感覚のね、非常に自立心といって自分を律する心の優れた女の子です。どうしてうさぎさんに罰をつけましたか？お父さんとお母さんに留守番しててねって言われたのに外に出かけてた。なるほどね。大園君は誰につけましたか？どうしてブザさんに罰をつけたのでしょう？ボートがしたいじゃなかった。あんたは繊維感の強い子だ。あんたは繊維感の強い子だってことはそれでわかるわけ。素晴らしい。荒井君は誰につけましたか？うさぎ。うさぎさん、どうしてですか？父さんと母さんに留守番してよって言われたのに外から。その通りだ。あんたは自立心の優れた子供だ。律する方な。前頭前野の発達が優れてる。はい。高畑君は誰が悪いと言いますか？どうしてですか？そうだな、そういう考え方もあるな。お父さんとお母さんちょっと無責任だね。あなたお父さんだったらいいお父さんになれるぞ。分かったか？はい。大隅君、あなたは誰に罰をつけましたか？うさぎさん。どうしてですか？留守番してろって言われたのに外に出たから。そう、あなたは道徳心がしっかりしてる。では第2問。今さん罰つけたね。1人つけた。でももう1人悪い人をつけるとしたら2番目に悪いのは誰か？言っちゃダメ。反対だって。2番目に悪い人に三角をつけてほしい。言っちゃダメだぞ。今一番悪い人にあなた方は罰をつけました。じゃあ2番目に悪い人は誰でしょう？2番目に悪い人は誰でしょうか？つけましたか？いい。じゃあ今度逆に聞いてみよう。大角君、誰に罰をつけましたか？今度はお父さんとお母さんも悪いんだ。最初は誰につけた？うさぎさん。うさぎさんね、なるほど。そうするとやっぱりその辺はお父さんね、うさぎさん、なるほどね。あなたは非常に高度なものの考え方をする子供だね。はい。高畑君は誰に？うさぎさん。そうするとさっきは誰だった？お父さんとお母さん。あなたたち非常に善悪のバランス感覚が優れております。はい。あなたは？豚。豚、どうして？なるほど。最初は誰につけた？うさぎ。うさぎさんと豚さんが悪いってことになってくるわけですね、組み合わせね。うん、なるほど。あんたはね、さっき言った正義感強くなんだよ。だからその豚さんが許せねえんだな。あんただったらタダで連れてってあげる？よし。ああいう人はね、ね、世の中を照らしてくれると日本も良くなるんだぞ。あなたはもう一度誰にした？うさぎ。最初は誰にした？ああ、よく言ってるじゃん、考え方も。あなたも正義感強いんだ。僕、あなたは誰？二人選んだんだよ。豚と最初は誰にした？あとウサギ。あれ、あなたと三人方、三人同じ意見だね。そうすると、ウサギと豚さんが悪いってなって、あなたは？ウサギ。最初は誰？お父さんとお母さん。お父さんとお母さんね。で、あなたは？お父さんとお母さん。お父さんとお母さん。さっきは、狼だな。お父さんとお母さんと狼が悪い。先ほどね、幼稚園の子供たちに聞きましたらね、ほとんどの人がね、大半の子供がね、狼って言いました。まあ、単純に考えると狼が一番悪いんですよね、これね。狼が悪い。でもそれは非常にまだ善悪の判断であるとか、ね、自立心が育ってないとか、いろいろあるわけですけども、だん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 大人になればなるほど複雑な考え方をするようになるわけです。小さい子ほど簡単に考えて狼が悪いってなるんですけども、意外と正解はその辺にあるんですよ。狼が悪いんです、これは。それにウサギさんも悪いね。だってお父さんのお母さん言いつけを守れないでね。でもウサギさんが悪いって言うとさね、自業自得というまあ恐ろしい言葉がありますな。なまり死んでも仕方ねえじゃねえかっていう考え方になってくるわけですね。まあいろんな考え、じゃ3番目に悪い人は誰が悪いにする？まあ3番目まではいいんですけども。3番目、はい、誰？